植民軌道とはかつて日本の北海道で見られた軌道の一形態である。1942年以降は簡易軌道と解消された。現在では講義の軽弁鉄道の範疇で捉えられることが多いが未開地での道路の代替手段という性質を持ち根拠法令をことにしていたという歴史的経緯がある。この点で一般の鉄道、軌道とは異質なものであった。 旧北海道庁が開拓民の入植地における交通の便を図るために拓殖計画に基づいて建設したもので地方鉄道法や軌道法に準拠せず不設された。最終的に廃止に至るまで法的根拠は曖昧だった。建設された場所は、データン地などでえねえで通行困難な地帯が多く、軌道を設けることで輸送費の高騰を防ぐものとして、 整備されたのである。当初の動力は馬だった。1924年頃以降から昭和初期にかけて建設が盛んとなり、総延長は6 0 0トルを超えた。建設予算は内務省が支出し、動力となる馬などは入植者が提供して運行を行った。特に輸送量の大きい路線であった根室線や江差線にはガソリン機関車が導入され、 北海道庁が直営した。馬牽引の時代には運行ダイヤなどなく、入植者各自の馬が台車を引くものであった。上りと下りで対抗して鉢合わせた場合には、荷物の軽い方が軌道を外れて譲り合ったという。戦前に市販されていた全国時間表には、掲載されない例がほとんどだった。太平洋戦争後になると残存した簡易軌道は、 地元市町村へ運営が委託され、ディーゼル機関車や機動車を導入しての来年動力化や北海道開発局による改良工事が行われたところもある。これら動力化された路線では運行ダイヤが決められ一部には時刻表に掲載された路線もあったが、信号や閉塞設備などはほとんど設けられていなかったようである。昭和40年代に入ってからはモータリゼーションが 新天使道路整備も進んだこと、さらには国からの補助金が1970年に打ち切られたことで存在意義や経営基盤が失われた。その結果、残存した路線は1972年の浜中町営軌道を最後に全廃され減存する路線はない。なお極めて珍しい例であるが、東もこと村は戦後間域道を地方鉄道に転換しようと、 地方鉄道の免許を取得していた時期がある。しかしながら、諸般の事情から地方鉄道への転換は見送られ、免許は失効している。その後も廃止まで簡易軌道として運営された。2018年11月2日に、北海道遺産に認定された。ディーゼル機関車の例自走客車の例一般の、鉄道とは著しく、性質をことにしていたため、その用語は、 一般の鉄道とは異なっているものも多かった。例えば機関車に牽引される無動力の客車を牽引客車、旅客用機動車を自走客車などと呼んでいた。個々の車両番号はこういった旅客車両を含めいちいちつけられないことが多かった模様である。1950年代以降の動力近代化に際しては地場産業育成の見地から北海道うちの機械、 車両メーカーにディーゼル機関車や自走客車を多数発注している。以下の各社が代表例である。1950年代中期に製造された初期の自走客車には車体の一端のみに運転台があり、蒸気機関車同様に終点での方向転換が必要ないわゆる単単式車が存在した。原始的な方式で扱いにくく、 一般の鉄道では遥か昔の1920年代末で、廃れた方式だが、車両製作に新規参入したばかりのメーカーのノウハウ、技術力不足、車両を発注する側である、北海道開発局の担当者に、鉄道車両技術についての根本的な知識が、欠如していたことなどが原因で、時代錯誤な車両の出現を招いたとみられている。反面、 もっぱら現地の厳しい気候条件下で使用することを前提としていたことから、同時期の国鉄機動車より、はるかに強力な温水暖房機を装備し良好な使用実績を得るなど、実情に即した使用も見られた。自走客車の公表を受けて、地元で独自に装備された車両で、排気量わずか 860cc に過ぎない日産、ダット産のエンジンを搭載したため華々しい。 出力不足で実用にならなかった小型自走客車など、明らかな欠陥者も見られた。後に両運転台、前後進可能なそれなりに、まともな構造の自走客車が作られるようになり、トルクコンバータ付けの液体式機動車も出現しているが、すでに自動車の普及によって車用化が進んでいたことから、簡易機動自体の廃止が進められ、長くは用いられなかった。 貨車についても、沿線地域の輸送需要に応じ、有害者や無害者の他、か運ざ台車や短車など様々な車種が用いられたが、太平洋戦争後には同等、同東、道北地方で落農に力が入れられ、沿線に落農家が多く入植したことから、落農家が出荷する牛乳の輸送に適合した車種の整備も行われた。牛乳缶の積載に適するように改造、または、 申請された部外者のほか、浜中町営軌道や別海村営軌道では、牛乳専用のタンク車も用いられた。また、輸送量が少ない場合は、自走客車に牛乳缶を積載して運ぶこともあった。前述の通り動力化後には一応運行ダイヤが、組まれ、産業用の内燃機関車で客家車を牽引するようになったほか、一部の路線では、 自動車を改造した簡易な旅客車が運行されていた。太平洋戦争後に改良事業が行われた、路線では小型ながら本格的な機動車も導入された。ターミナルとなる駅には駅舎などが整備されていたが中間駅はバスの停留場のような簡易なものであり、中には駅であることを示すものは何もない駅まで存在した。あるいは公式には駅とされていない箇所に停車して、 上行を行っていた路線もあり、その運行実態は、地元以外のものには理解しがたいものであった。在野の鉄道研究者である、湯口徹は、昭和30年代、道内の各地に点在する簡易軌道路線をめぐって、記録を残したがそれによれば、簡易軌道の運行の、実情は、運輸省の管轄下にある一般の鉄軌道では、到底考えられないほどに、大雑把なものであったという。 その例を以下に挙げる。植民軌道、簡易軌道は道路の位置変形という特殊な性格上、現役当時、鉄道ではないとみなされていたこと、さらにその多くが他地域から訪問しにくい、北海道東部、北部に付設されていたためその当時の鉄道趣味者の大方から、記録、関心の対象外とされた。このため、記録や写真がほとんど残されていない路線も多い。 廃止後の移行は、車庫やターンテーブルなどいくつかが現存しているが、ほとんどバス停に近いような存在であった、中間駅などは、その位置すら、全く特定できなくなったケースも存在する。車両についても廃止後にその多くが廃棄、解体され、一部保存された車両も劣化が激しく、後に解体、撤去されたものが多い。現在でも目にすることができる、主なものは、以下の通り、 昭和12年10月1日現在で25,283マイル。北海道移民事業施設概要。北海道庁。植民家。1930カ。1年。地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日。現在、ハット ABCD 湯口通る。簡易軌道の話。鉄道ファン1992年10月号ピアニッシモも。96から103掲載 ABCD 湯口通る。 簡易起動の話、鉄道ファン1992年9月号ピアニッシモ、53から59、掲載、簡易起動写真帳、127ページ国時代1012号、北伊東候補1957年7月22日、国時代305、北糸候補1965年2月18日、国時代145号、 北海道植民軌道の路線名区間及び、運行距離の一部改正。北海道広報1955年4月27日。国時代2617号。北海道広報1964年12月23日。紙軌道写真長112から113ページ。国時代1021号。北海道広報1954年7月20日。 北海道の易域道についてでは、1952年廃止、国時代298号、北海道広報1957年2月1日、北海道の易域道についてでは1953年廃止、国時代369号、北海道広報1956年3月3日、1936年7月25日告示。 第859号使用開始国時しべちゃ、両国館、両国西春別間、西春別ケネ別ツ館、廃止国時しべちゃ西春別間、西春別ケネ別ツ館 ABC、簡易起動写真長131ページ国時第2352号、北海道広報1961年12月11日、使用開始国九1939年4月8日、 国事第三百五十九号日別北二次別間使用廃止国時百四十九年二月二十三日国時、第百七十5使用開始廃止軌道は完成した、物運行組合が結成されず、使用成績は北海道庁に報告がなかった。地元住民が牛乳缶を台車に乗せて、手押しで運搬していたという使用開始国時、オーロ、中区ちょろ缶中区ちょろ、 中はまたま、しべちゃ調子通詞編、第3巻、902中から921ページ、使用開始告示道路中村館、中村荒木内館、しべちゃ調子通詞編、第3巻、812から813ページ告示、第2047号、北海道広報1961年10月21日、使用開始告示1933年11月11日、 国時代1587号1938年日別線建設のため機場と電話線の一部を転用していることから、すでに廃止されたと見られる1949年2月23日付使用廃止国時1950年に補助金が打ち切られ1951年限りで運行停止。1952年2月解散総会、熊岡博士。 北海道の簡易軌道について、農地ナンバー41、1954年、博物館、企画展、釧路、根室の簡易軌道、釧路市立博物館、釧路市、NHK 釧路放送局、市立博物館、企画展、映像で蘇る、簡易軌道と同等開拓の歩み、釧路市立博物館、釧路市、釧路、根室の簡易軌道、 常設展示会式し串露市立博物館くし市。し、ありがとうございます。